皆さんこんにちは、パチラン編集長のシオポンです。毎週日曜日の日替わりラジオは私シオポンの一人トークです。今回はですね、7つの美徳初打ちの印象を語ってみようと思います。高尾からの信頼、7つの滞在が記憶に新しいですけれども、まあ、それの続編的な感じで、続編っていう言い方もちょっと違うのかもしれないですけれども、登場した7つの美徳、こちら199分の1で 100% ラッシュ突入の第なんですよね。やっぱ 100% ラッシュ突入っていいですよね。最近の台のダメな方を引いたがっかり感っていうのがないのはいいところだと思います。僕も初打ちしてきたんですけれども、まず最初意外だったのが、全然前情報など調べずに打ったんですけれども、横スクロールの台なんですね。まあ海なんかと同じような感じで、あ、なんだそんな感じなのかっていうのが、まあ最初の印象でしたね。この台いろいろとモードがありますが、まあ初打ちということもあって、どれが自分の好みなのかななんて思いながら、いろいろと模索しながら、あれこれ打ちながらモード変更などもしながら打っていたんですけれども、投資4000円、55回転目ですね。なんてことないリーチで2が転廃していたんですけれども、外れたと思った瞬間に、この台の注目演出ビバイブが発生して、サクッと大当たりしてくれました。何か他に激発演出複合していたかななんて思ったんですけれども、まあ何はともあれ大当たりで 100% ラッシュ突入なので、そこはありがたいところですね。まずは56回転の時短、そこでうまくいけば上位ラッシュ突入という感じの台ですけれども、まあそこに入らなくても連チャンさえすれば出玉は伸びるのでね、そんな感じのを期待していたんですが、最初は早めに10ラウンドを引いて、約1000発ゲットします。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。